1917年の宣伝パンフレットの表紙。初等化運動は19世紀末から20世紀初めにかけてのアメリカ合衆国において人気が高かった成人教育運動。初等化集会は1920年代半ばまでアメリカ合衆国の農村地域において規模を拡大しながら広まっていった。初等化は地域のコミュニティ全体に娯楽と文化を提供し、 当日は演説家、教師、ミュージシャン、エンターテナー、説教者、その他の専門家たちが登場した。元アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトは、初等家について、アメリカにおける最もアメリカ的なものと述べたとされる。初等家は、地名、シャタークアに由来し、日本語の表記には揺れがある。以下、この教育運動に関するものについては、初等家。 地名に言及する場合は、シャトークアの表記を優先する。最初の初等化は、1874年に、ボクシジョン H ・ヴィンセントと事業家、ルイス・ミラーによって組織され、ニューヨーク州のシャトークアコハンのキャンプ場で開催された、ニューヨーク初等化集会であった。これより2年前から、当時、サンデースクールジャーナルを編集していたヴィンセントは、教会の日曜学校の教師たちの研修会を、 屋外での夏季学校の形式で開催していた。この集まりは、年を追って人気が高まった。ビンセントとミラーによって創設された組織は、初等科総合学園として知られるようになっていった。この初等科は、数多くの独立した、あるいは、ドーター初等科と称された取り組みが、同様のやり方で展開したことから、マザー初等科と称された。教育的なサマーキャンプという形態は、 家族向けに人気を呼ぶことが明らかになり、ドーター諸島化によって広く模倣された。数年のうちにニューヨーク州の発祥地にちなんで名付けられた諸島化集会内し、単に諸島化という故障が北アメリカの各地で立ち上がった。諸島化運動は、いち早く19世紀に起こったライシーアム運動を継承したものとみなすこともできる。各地の諸島化集会が、 最良のパフォーマーや講演者を求めて競合するようになると、ライシーアム組織が、ブッキングの支援を行った。独立系初等家、ないし、ドーター初等家は、ニューヨークの初等家総合学園のやり方に習い、高級的な施設で運営されることもあれば、遊園地などの一部を借りて実施されることもあった。初等家の開始100周年を記念した、郵便切手。サーキット初等化、 通称、テント初等化は、初等化運動を体現する行事を各地を巡回する形で展開するもので、レッドパスライシーアムビューローのマネージャーだったキーズ、バウターとロイ・エリソンが1904年に始めたものである。初等化を商業化しようというバウターとエリソンの試みは当初は失敗続きであったが、1907年には商業化の取り組みが大いに成功するようになった。 そこでは、様々な出し物が、町に近い、よく乾いた野原に張られたテントで披露された。数日間の行事の後、テントは畳まれ、次の場所へと移動する。こうした一連の巡業をする初等家を組織する手法は、バウターが生み出したものとされている。公園は、初等家の中核を成していた。1917年以前には、いくつもの公園が、 サーキット初等化の編成の大きな部分を占めていた。特に1913年までは改革を訴える演説と宗教的霊感を踏まえた談話の二つがこうした公演の代表的な形態であった。最も精力的に数多くの公演を行い、しばしばウィリアム・ジェニングス・ブライアンと同じ会場での公演をブッキングされたラッセル・コンウェルは有名な エーカーズ・オブ・ダイヤモンズという演説は、初等会やライシーアム運動のサーキットで、次のようなテーマで5000回も語られたという。お若い皆さん、お金持ちになりましょう。お金は力です。そして力は善良な人々の手の内にあるべきです。私は断言します。あなた方には貧乏でいる権利はないのです。ゲットリッチ、ヤングマン。 オーマネイズパワーパワーオートツービーインザ、ハンズオブグッドピープル、愛セイユーブノーライトツービープアー。監獄の小さな母と呼ばれたモードバリントンブースもサーキットで人気の高い講演者であった。ブースの語る監獄の生活は聴衆の涙を誘い、彼らを改革へと借り立てた。ジェーン・アダムズは社会問題について、またハルハウスにおける活動について語った。ヘレン・ポッターも 初等科では特筆すべき女性の一人だった。ポッターは男女様々な役割を演じた。ジョン・ジェントルによれば、ポッターが選び抜いた主題は、その多様性において、また女性だけでなく、男性にも自信満々になりきる能力において、特筆すべきものであった。後代から振り返る視点から見れば、ポッターのなりきりモノマネは、 一人芸の歴史を踏まえて生じた着想を再利用し膨らませた例として特に興味を引くものであるという。より明るい調子のものでは作家 OP リードの語る物語や家庭内の身近な哲学が聴衆から好評を得ていた。様々な形態の初等化関連行事でよく知られていた演説者、講演者としてはこの他にも水売り終戦選出の連邦会議員チャンプ。 クラーク、ミズーリ州知事ハーバートエースハドレー、ウィスコンシン州知事で戦うボブと呼ばれたロバートラ・フォレットらがいた。初等科の芸人たちの一行が取るルートの例として、1925年の夏のシーズンにギルバートサリバンのミカドを講演した名バレンタインオペラカンパニーを見ると、巡業は3月26日にルイジアナ州アビビルで始まり、 9月6日にモンタナ州シドニーで終わるようになっていた。ありがとうございます。